那覇役所跡は、旧那覇の行政を担った役所跡。港町として発展した那覇は、那覇四町とも呼ばれ、東村、西村、若狭町村、泉崎村の四つの村からなっていた。各村に役場が置かれたが、那覇全体を統括する役所として、親店があった。1879年の沖縄県設置により、旧那覇座と書に、親店役所が設置され、 那覇四町の他に、久米村、白村の行政も合わせて管轄した。翌年、親見世役所は、那覇役所に改称された。那覇役所及び七家村の役場は、佐都市所前御用地と呼ばれる、久もじ川沿いの材木等の荷物置き場に建てられた、長屋に置かれ、西、東、泉崎、若佐町、久もじ、久米の、白村の順に、一室ずつ割り当てられた。 当時の役人は、机、椅子に、板草、大帯の流装士で事務を行っていたという。1917年には、京都帝国大学教授武田51の設計の下、物見塔と庁舎が建設された。1 0 1例空襲で、市役所の庁舎は消失。1893年頃、那覇役所は、東村の旧天使館跡に移転し、 1944年10月10日の空襲に至るまで同地にあった。この間、1896年に首里と共に区政が敷かれ、1921年5月20日には首理区と共に市政が施行された。1917年には京都帝国大学教授武田51の設計の下、物見島と庁舎が建設された。那覇役所が移転した後の長屋は、 沖縄で初めて発行された新聞、琉球新報の印刷工場として、1903年から1937年まで使用された。終戦後、同時一体は米軍により式ならされ、軍道1号線として整備された。那覇役所跡の当時の様子と、歴史現在の那覇市東町にあり、郵便局や百貨店がある大門前通りに面していた。 那覇宿文字1の4泉崎橋付近。那覇役所は沖縄発の鉄筋コンクリートの建物でコンクリート建築の灯し火をつけた画期的な建物。塔は本体とバットレスと呼ばれる柱からできていた。ありがとうございます。